今日本というのは不景気だよね。なのでその通貨を多少いじるとか国債を多少いじるぐらいで日本の不景気というのはなかなか解決するのは難しいよね。でその日本が GNP 世界4位に落ちると言われてるんですけど、でその3位に上がってくるのがドイツなんですよね。でドイツの人口が8000万人で日本の人口が1億2000万人で、なので4000万人も日本の方が人口が多いのに、そのドイツの国民が作り上げる付加価値の総額 GNP の方が金額が大きいと。でなんでかっていうので、労働者の人数で比較するとそんなに変わんないんですよね。要はその例えばインドとかだと平均寿命50歳いくかどうかぐらいなんですよ。なので年金問題みたいにないんですよ。で中国も年金問題ないんですよ。払わないから。要は長生きした老人というのは金持ちで自分の生活費を払える老人が長生きしてるだけで、そうじゃない老人は死ぬっていうのが中国で、で北欧とかもなんか割と北欧は医療がちゃんと福祉とか手当があるよねって言われてるんですけど、確かスウェーデンって80過ぎるともうその延命治療的な治療しないんですよね。でコロナの時も65歳以上の人はもう治療しませんとか、あと日本だとお腹に穴を開けるでこう栄養を入れるっていう、なんだっけ、忘れちゃった、お腹に穴を開けてずっと栄養を入れ続けるやつっていう手術が、まあ、保険適用されるんですけど、保険適用されて、僕が知る限り保険適用される国、胃ろう、先進国で胃ろうが保険適用される国ないんですよね。事故に遭いました。で、顎が取れちゃったから一時的に胃ろうというのは保険適用されるんですけど、高齢者だから胃ろうが許されますっていうのって日本しかないんですよね。でも日本もそのなんか保険の金額が下がったので最近胃ろうされなくなったみたいなんですけど、っていう感じで割とその高齢者に対してお金をいっぱい払わなければいけないよねっていうところと、あと介護の人たちっていうのがいて、いい悪いは別にして事実の話をします。例えばじゃあ高齢者で、介護をする人が暮らせない人が2000万人いたとしましょう。で、そうすると2000万人の労働者が高齢者の介護という仕事をします。で、他の国はその2000万人が自動車を作りますとか、家電を作りますとか、IT 企業を作りますっていう形で、海外に売れたり、物を作ったり、価値を作ったり、ブランドが高くなるものを作るんですよ。例えばじゃあそのおしゃれな服を作って、でそこになんかこう C っていうマークをつけて、でその人がなんかシャネルさんっていう名前で、その人たちが100人ぐらいがシャネルさんの服を一生懸命作って、そのなんか原材料で言ったら5万円ぐらいなんだけど、なぜかそれが20万円で売れるみたいな、っていうののブランドとかをいろんな人が作るんですけど、介護の仕事っていうのは残念ながら新しい価値が生まれないんですよ。なのでその年金でお金が取られたよね、取られて大変だよねっていう部分はお金の問題なんですけど、その介護をするという労働者がその労働をし続けることで未来に新しい価値が作れるかというと、残念ながら新しい価値というのは全く作れないんですよ。もちろんその介護された人はありがとう、で介護されている家族はありがとうではあるんですけど、ただそのじゃあ介護歴、例えばじゃあ20歳からずっと介護の仕事をしました、60歳です、40年間介護の仕事をしました、その人が社会に作り上げた価値は何ですかって言われると、その助けた人はもうみんな死んじゃってるから価値残ってないんですよね。なんでその満足感とか安心とかっていうのは確かにあるんですけど、ただその GNP だったりとか、その価値を作りましたかっていうのでいくと価値作ってないよね。でもそこに労働者がどんどん使われてるよねっていうのがあって、なので日本ってなかなかきついよねっていう状況で、ドイツが日本よりも人口が少ないのに GNP 高くなりましたっていうのがあって、なので先進国は日本の状況を見て、あ、この国はまずいな、こうならないようにしようっていう感じで多分対処していくんじゃないかなと思うんですけど、要は高齢者先進国と日本は言われてるんですけど、こういうやり方をするとまずいよねっていう悪い例になっちゃってるんじゃないかなと思うんです。